て、ここからが本題。前回の動画で、Mavic 2と Mini 2では、ダウンリンク速度が5倍ぐらい違うことも紹介しました。そこでまず気になったのが、占有帯域幅、OBW です。しかし、設定情報やアナライザーで確認したところ、どうもそこは見た目が一緒。ならば、戦わせてみよう。ルールは簡単、お互いのコントローラーで、周波数帯を手動で被らせて映像を見比べる。これの目的は、近くでダウンリンクの周波数帯に干渉する電波があったとき、どう影響を受けるのか、を地上で再現することにあります。実際にレンジテストしてみたなんていうチャレンジより、とても安全でしょ？さて、まずは、Mavic 2戦士、機体を隣の部屋に連れて行き、電波を弱くします。コントローラーに映る映像は、なんともありません。至って普通に映っています。画面上のアンテナバーも変化なし。本当にジャミング受けてるのこれ。次は、ミニ2、さてどうでしょう。受信映像が止まった。被らせると、ミニ2は弱い。Mavic 2はとんでもなく強い。改めて理解。では、ミニ2は、帯域へのジャミングにどこまで耐えるのかチェック。ミニ2の帯域に対して、Mavic 2の電波を 1MHz 被らせてみます。ああ、早速、通信状態が悪くなった。現状の確認はここまで、スマコンでミニ2が使えるようになったら、改めて確認してみます。ちなみに、フィールドテストでは、拡張 Wi-Fi よりも安定した通信が行えましたが、バッテリーの性能上、やはり最大 2km、いや、風がない状態でも 1.5km が安全に戻ってこれる距離で、前作の Mavic Mini と、そこは、変わりません。ご注意ください。この動画が安全な飛行の参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。